こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本の F-35 戦闘機と韓国の F-35 戦闘機ではどう違うのかをよく考える。だが、そのもっと前には同じF-15 戦闘機でも違っている状況だ。日本と韓国の違いを今回は話していこう。1991年末に起こったソ連の崩壊は、その前の1987年頃から迎えていた。冷戦終結をさらに加速させ、最大の仮想敵国を創出したアメリカの主力兵器は、長じて使用年数が伸びることになった。例えば、それは、アメリカ陸軍で言えば、1981年に正式採用された。主力戦車、M1 エイブラムスであり、空軍で言えば、1974年に配備された。主力戦闘機、F-15 イーグルなどが代表例だと言えるだろう。アメリカ空軍が F-15 イーグルの後継機として F-22 ラプターの実戦配備を開始したのは2005年からであり、2020年現在でもアップデートを経た一部の機体は2030年代中盤まで使用されると見られている。アメリカ空軍が採用した F-15 イーグルには、初期の量産型の A 型、その複座機の B 型、燃料搭載量を増やし、行動半径を向上させた C 型、その複座機の D 型などがあるが、これらは、敵機の駆逐を主任務とするもの機体だった。つまりは、星空戦闘用の機体として生み出されたのが F-15 イーグルであり、全長で20メートル、全幅で13メートルを超える比較的大柄な機体にも、かかわらず軽量で高い機動性と強力なエンジンを備えていた。2015年現在、A、B 型は退役し、残りは C、D 型と1986年に登場した。空対地攻撃能力を強化させた戦闘爆撃機である派生形の E 型。通称ストライクイーグルとなり、星空戦闘機としての役割は徐々に終えつつある。F-15E ストライクイーグルは戦闘爆撃機の名に恥じぬ重武装が可能で、最大で18箇所にも及ぶ兵装喧嘩用のハードポイントを持ち、重さであれば最大で11トンに達する積載量を実現している。外観上の印象は、それまでの機体とさほどの相違は感じられない気もする F-15E ストライクイーグルだが、実に約6割もの部分が再設計されており、軽量で頑丈なチタンがふんだんに用いられた贅沢な作りが特徴だ。また胴体部分の側面にはコンフォーマルフューエルタンクと呼称される燃料タンクが標準で完備され、従来型と比べて速度や星空能力がわずかに減少したとは言うものの、以前高い水準をクリアしている。F-15E ストライクイーグルは、1991年の湾岸戦争で初の実戦参加を果たし、イラク軍の戦車やヘリなどの目標破壊に活躍し、
後の。コソボやアフガニスタンにおいても、多くの地上攻撃を担うことになった。こうした実戦を経る中でも、イラク戦争での3機余りの損失を除き、敵との空中戦で撃墜されたことは皆無だとアメリカは公言しており、旧ソ連やロシアが主張する撃墜、例を認めてはいない。このあたりの無双ぶりも、アメリカ陸軍の主力戦車 M1 エイブラムスと共通するものがあり、戦場で対峙したいかなる旧ソ連、ロシアの兵器にも一方的に勝利を収めたものだと体制では認識されている。ちなみに、初期のタイプである A から D 型までの F-15 イーグルを正式採用した国は、わずかにイスラエル、サウジアラビア、そして日本の3カ国しかなく、アメリカの友好国で、かつ高価なコストを負担できる国に限られていた。そのため、初期タイプの F-15 イーグルの生産数は、唯一ライセンス生産が許可された日本を含めても、全体で約1200機ほどであり、今の F-35 ライトニング2が5000機を超すオーダーと言われることに、比べればはるかに少ない。そうしたこともあり、高価な F-15J イーグルを最大で約200機も保有していた。日本は当時の野党勢力から格好の攻撃材料に使われるなどしており、現在のように中国軍が膨張を続けることなど誰も無双だにしていなかった。現在でもアメリカ空軍の主力の戦闘爆撃機である F-15E ストライクイーグルだが、これを韓国向けにアレンジし、一部部品を自国内生産したものが F-15 キロとして採用、配備されている。F-15 キロを韓国は合計で約60機、1機あたり約126億円の価格で調達しており、別称のスラムイーグルのスラムとは対艦ミサイルのハープーンをカスタマイズした空対艦ミサイルの名称に由来する。こうして見ると、星空戦闘機として導入した航空自衛隊の F-15J と違い、空対地の戦闘力を韓国が求めていることは明らかだが、果たしてこれが北朝鮮と対峙することを最大の目的にしているのかには、疑問も感じる。F-15E ストライクイーグルは、2009年には製造元であるボーイング社が第5世代機の能力であるステルス性やアビオニクスへと更新させた機体を F-15SE サイレントイーグルとして発表した。 F-15SE サイレントイーグル、当然といえば当然であるが、ステルス性能を持たせるため兵装を機体内のウェポンウェイに収めることから、その量は F-35 ライトニング2戦闘機とほぼ同等で、優位性は少ない。もともとの素地から航続距離そのものは上回るようだが、ステルス性能も機体正面からした場合に発揮するに過ぎず、肝心のコストでも、一機あたり100億円は超えそうと伝えられ、積極的な利点は薄いと言わざるを得ない。